きチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日もね、はい、やります。はい、高卒大卒社会人出身で、今日のテーマは、はい、ベストナインゴールデングラブ新人王です。おお、三つも一気にいきますか。うん、やっぱり取りたいでしょ。まあ、取りたいですよ。このタイトルもね。はい、まあ、そうなってくると、うん、高卒大卒社会人出身で、うん、どこ出身が取りやすいのかっていう。はい、ああ、まあそうですね。うん、ベストナインとかゴールデングラブっていろいろありそう、なんかもうばらけそうなイメージありますよね。だからポジション別に、このポジションは高卒がいいとか、はい、このポジションは大卒がいいかもとかあるかも、はい、ありますかね。それを今回探すんですよ、はい、じゃあちょっと見つけていきましょう。そうですね、はい、まず最初にですね、はい、今から1分間かけて皆さんに2000年から2020年までのベストナインの、受賞者 の、はい、あの表が出ます、はい、だからそれをまず1分間かけて皆さん見てください、はい、スタートです、はい、ということでね、はい、あのこちらは適当な話してますけど、はい、やっとですね、はい、僕の名前が出てくるカテゴリーになりました。え、どういうことですか。あー、ホームラン王、打点王、首位打者はね、さすがに佐々木も取ってませんけども確かにいませんでしたね。 いなかったでしょ、はい、いなかったです、はい、ね、取ってないんですよ、はい、でもベストナインゴールデングラブは取ってるんで、はい、やっと主人が出ます、はい、おー、名前が出てくるわけですね。やっと出る、ほんと。どうです、今そろそろ出てますかね。あー、そろそろ出てるかも、はい、2006年と2007年だから、はい、あの出てるかも。ダルビッシュと一緒に、はい、受賞式行きましたもん、ゴールデングラブの。あ、そうか、受賞式って毎年やっていますもんね。そう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 、三井広報委員会ね、はい、三井ゴールデングラブ賞っていうのがあるんで、一、うん、はい、人も出ててね、一、はい、人がマイケル・ジャクソン の、はい、あの格好で受賞式に来てましたえ、まあ、あの時はね、何やってもよかった、はい、今だったら多分べちゃくちゃ怒られると思うけど。そんななんかしなかったんですか。そんなの思いつかんやん、はい、マイケル・ジャクソンの格好で来るなんて思わんやん一人じゃすごいですね、発想力。でもメンタル強いと思うよそうですね、ああ、うん、なかなか表彰式ってみんなこう勝ち超清掃だよ、はい、だから俺はね、うん、もうあのいいスーツとあの、はい、いい時計は絶対買っといた方がいいっていう。ああ、取った時のために、取った時に、はい、もう明らかに分かるの、安かったら、はい、みんな勝負がけに来るから。へえ、靴とか、まあ、取ったら買ったらいいんじゃないですか。遅い。あ、そうなんですか。取ってから買ったら仕立てられないじゃん。あ、オーダーメイドで。そう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 、結構かかるんですね、オーダーメイドでとか、はい、いいのもあるうちに買っとかないと、うん、行ってからいいの買えないじゃん、サイズとかもあるから。ああ、お直ししたりとかとか、そもそもそのいいものがサイズなかったりするからね、はい、自分に合う。そしたらオーダーになるじゃん、時間かかるじゃん。あ、でも願掛けの意味で買ってもいいかもしれないですね、先に。そうそうそう、これを着るために頑張るぞ、うん、その代わり体がでかくなったらそれ着れなくなる確かに俺もだってもう何十万もするスーツ着ていったからね。へえ、靴だってもう何十万もする靴履いて、へえ、で時計価値として。やっぱ表彰式行ったら、あの人の靴めっちゃいいなとか、うわ、このスーツめっちゃ高そうってあるんですか。 あとは分かってるじゃんって思う。へえ、さすがいい靴履いてるねっていう。あ、若いのにみたいな。うん、若いのにって言っても年配の方でも、はい、あ、やっぱり靴知ってんだ。へえ、ベルルッティっていうね、はい、あるね。あ、そうなんです。私やっぱ存じ上げないですね。うん、びっくりするぐらい高いから。へえ、もう表終わってますかね、これ。あ、終わってる。あ、終わってますか。うん、こっちの話聞きたくなっちゃいましたね。ということで、はいはい、ベストラインね、ベストライン出したんですね、はい、出してもらいましたけども、はい、この中でね、いろいろ見比べていくと、はい、ベストライン、うん、なんとですね、はい、パリーグは、うん、大卒が一人しかいないです。え、この21年間ですか。そう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 。え、で、まあ、外国人投手とかもね取ったりするんで、はい、日本人投手だけだと高卒17人。へえ、17人っていうか17回、はい、一緒の選手がね取ってるパターンあるんで、はい、高卒17回大卒1回、社会人2回、はい、もう高卒ばっかりなのよパ・リーグは。え、ベストナインだったら、ベストナインってそもそもじゃあ大卒誰が取ったかちょっと見て、はい、ちょっと調べましょう。そうですね、うん、ベストナインで、で社会人は杉内が取ってるんだよ、はい、あ、この2005年。はい、でそれまでは2000年は工藤さん、あ、じゃあ松坂斉藤和美、はい、で、あ、松坂パウエルだ、うん、これが2002年だね、はい、で、あの前の動画で最多勝とかを、うん、最優秀防御率になりましたけど、うん、それを取ってる方の確率も高いですよね。高い、うん、で、え、誰やろ、で、カズミ、ダルビッシュ、岩熊でしょ、はい、で、ダルビッシュ、和田だ。あ、和田、はい、1人、和田剛さん、うん、はい、ベストナイン。へえ、それがみんな高校出身なんですか。まあでもね、松坂、ダルビッシュ、マーク、はい、ほぼそれ多いですよね。で、吉川がね、うん、1回取って、はい、で、今度大谷、うん、で、千賀、はい、千賀、菊池雄星、うん、だから高校生スーパースターいるのよ。
もう言えば高校の怪物系の方ですね。そうそう、全員怪物、うん、松坂ダルビッシュ、はい、であのマー君、はい、で菊池雄星、うん、で吉川千賀、はい、確かにあの最多勝で見た時も、うん、ほぼパリーグはやっぱ高卒でしたもんね、うん、だそういうことで、で岩隈か、はい、でも岩隈でも9年目だからね、2008年、うーん、ベストナイン取ってんの、はい、え、じゃあ社会人誰取ってんの、あ、金子千尋、ああの2014年の、はい、金子千尋と杉内か、杉内ですね、あ、うん、あと高卒、へえ、怪物系だけどね、そうですね、うん、でも逆に言う、はい、セリーグは、うん、ベストライン高卒6回、はい、大卒10、社会人さん、あ、そっちの、逆に言うと大卒とか、はい、だからやっぱここはあの、うん、タイトルホルダーとやっぱ絡むね、そうですね、うんうん、やっぱパリーグは高卒が強いし、はい、セリーグは大卒系社会人出身が強いっていうのがね、ちょっとこう技巧派系が、ね、うん、あるのが強いかもね、うん、だからもう怪物系は高校からだね、はい、もう怪物の人は高校から入った方がいいよそうですね、うん、もう、はい、俺は怪物やと思ってる人は高校から入った方がいい、はい、うん、そうです、メジャーにも早く行けるしね、もうこの甲子園とかそういうところで超話題になった人は、うん、もうすぐプロ行っちゃった方がいいかもしれないですね。で次キャッチャー、はい、キャッチャーはね、うん、大卒以降が絶対、あ、そうですか、高卒でキャッチャーって、はい、多分パリーグだと、はい、城島と、うん、多分今の甲斐だけだと思う、あ、守りもあるけどね、あ、最近まだ甲斐森が高卒で出てきてるけど、はい、ほぼ大卒社会人よ、へえ、俺でしょ、はい、あと鶴岡とか、うん、あと島でしょ、はい、で細川とかもそうだし、やっぱ人数的にも、そうそうそう、最近とかの2018年森でしょ、はい、で19年も森、うん、で20年が甲斐、うん、17年が甲斐、はい、16年田村で15年住谷、うん、で伊藤、だから最近高卒多いね、だから2013年まではほぼ大卒社会人だったの、はい、島鶴岡でしょ、うん、で細川島、うん、で高で田之上、はい、で細川里崎里崎、うん、でその前が城だから、はい、だからこ最近高卒多いで、はい、でもキャッチャーセリーグに関しては完全に大卒13回高卒4回っていうもん、多分ね新之助、はい、あのセリーグは、まあ、古田さんがね、あ、そうですね、古田さん矢野さんが、でその後新之助時代が来るから、あ、確かに2002年、うん、で2006年矢野さん、はい、で7年新之助、うん、で8年新之助、はい、で9年新之助、うん、で10年新之助、うん、で11、もう新之助です、安倍です、確かに安倍祭りです、はい、7年から7、8、9、10、11、12、13、14まで新之助です、うん、へえ、で15年に中村、はい、で16年が石原広島の大卒、はい、で17年が相沢高卒、はい、で18年相沢高卒、うんうん、19年相沢高卒で20年が大城、はい、社会人、うん、へえ、だからまあ新之助ばっかりだったね、そうですね、うん、だから高卒大卒っていうよりこう同じ人がなりがちっていうところは、ね、それあるね、社会人は、ね、ベストのキャッチャーはね、うん、同じ人なりがち、はい、っていうのがある、ね、連続してって、うん、あと印象、うん、やっぱね投票だから、はい、印象絡むよね、そうですねだしこうキャッチャーって12球団に言えばこう12人じゃないですか、うんうん、正捕手っていうのは、うん、だからその中ですごい活躍する人って全員じゃないですよね、うんうん、そうなるとやっぱで、あとね見てたら分かるけど、うん、打たないと取れない、あー確かに、ね、やっぱ打つ人ばっかり取ってるから、うん、だからやっぱり ね打ってってことだね、はい、そういうことですね、うん、であとファーストは、はい、あのセリーグは6回しか日本人取ってないからほぼ外国人です、はい、でパリーグは社会人出身が多いね、こう小笠原さんと松中さんだね、あ、そうですね、うん、5回、うんうん、あと気になるところで言うとね、うん、ショートがね、あ、すごいですね、うん、パリーグはねほぼ高卒、本当だ、だからこれは簡単なんだよ、はい、多分ね松井一夫さん、はい、中地、うん、今宮、はい、ほぼ取ってると思うよ、あ、この大卒が2回じゃないですか、うん、これ誰ですかね、パリーグのショートの大卒ベストナイン、この21年間で大卒の方2回しか取ってないってことですよね、鈴木大地、あ、16年と、はい、16年と13年2回取ってる、鈴木大地が、だから1人だ、1人、はい、へえ、ショートってそんなに、で社会人は源田だね、はい、うん、でもセリーグは12回、これはねあの完全に鳥谷を、はい、でこの高卒の8回は多分坂本だと思う、あ、でも逆に社会人って誰だろうね、
ショート。そうですね。セリーグのベストナインショート。セリーグのベストナインのショートの、でそれまでは2000年はね、拓郎さん、石井拓郎さんが高卒でずっと取ってて、でイバスさん時代が来るのよ。はい。もう大卒、アジアからの、もうずっとイバスさん。ベストナインって同じ人になりがちだもんな。うん。あ、田中康介。ああ。2017年の。はい。優勝した時に。うん。だからもうショートもイバスさんと鳥谷と坂本です。はい、そんな気で、その前が石井拓郎さん。はい、決まった人ですね。うん、うん、で、あと気になるところは、はい、外野が大卒とか多いね、パ・リーグ。あー、ほんとだ。だから外野はね、大卒結構多いのよ、うん、青木、はい、あと高橋由伸さんとか、うん、で金本さんとか、はい、で、ここ最近高卒が増えてんの、はい、丸とか、はい、鈴木誠也とか、うんうん、あとは筒子、はい、でパ・リーグだと西川、うん、とかで内川、うん、でも基本外野は大卒とか社会人多いよ。あ、そうですね、うん、あと稲葉さんとかね、うん、もうそうだし、あと柳田、はい、近藤ね、うん、あ、近藤が高卒で、吉田正尚、はい、で荻野貴司社会人、はい、で秋山翔吾大卒。あ、そう言われてみると。で柴原さん2000年、はい、大卒、うん、で谷さん、磯部さんが社会人、はい、で和田さんも社会人、うん、だ外野は何気に結構大卒社会人の方多いですね。そうだね、うん、あとなんか、じゃあどうします、あのゴールデングラブとか見てみます。あ、ゴールデングラブ見てみる。はい、でゴールデングラブ続いてまたあの2000年から紹介していきます。はい、こちらの選手たちです。はい、ゴールデングラブも俺入ってんのよ。あ、入ってますか。うん、ベストナインってやっぱ同じ時に入るんですか。そうそう、2006年2007年、はい、ベストナインとゴールデングラブ一周。あー、ゴールデングラブも投票だから、はい、やっぱそこそこ打つのも頑張んないと。そうですね、なかなか難しいね、守備とはいえ。うん、守備とはいえね、うん、でもやっぱ守備なので、うん、ちょっとメンツ変わってくるんですかね。あ、それは十分だ、外国人とかは少なくなると思う、はい、あ、そっか、ってことはファーストとかのまた人が変わってくる可能性はありますね。うん、でもファーストもね、うまい外国人いるからね。まあ確かに、何気に。うん、うん、だからベスト、さっきのベストなんで言うと、比率で言うとパ・リーグはやっぱり高卒が多いんだけど、うん、セ・リーグは大卒の方が多いんだよ、取る回数は。はい、全体的にピッチャーもそうでしたしね、うん、やっぱりセ・リーグは大卒社会人系が多いのかな。多いですね、うん、でも最近高卒がね増えてきてなっていうところはあるけどね、うん、はい、パ・リーグで言うとピッチャーは高卒、野手は大卒社会人っていうのがこうね、うん、いい人多いようなイメージもありましたよね。でも結局高卒多いで、ホームラン王とか高卒多かったよ。多いですね、本当。さあね、皆さん見てもらいましたけども、はい、ゴールデングラブで言うと、もう一番気になるのは、はい、やっぱりね、パ・リーグ、うん、あのほぼ高卒です。ゴールデングラブもです。え、もう多分ほぼ松坂よ。まあそうですよね、まあ守備も上手かった。松坂、涌井が多いと思う、はい、守備上手かったから。でも逆に大卒誰なんだろうね。じゃあちょっと見てみましょうか。まだ和田かな。あ、西口さん。あ、西口さん、うん、大卒で、はい、2002年ゴールデングラブ、はい、もう一回あるはずですか。うん、ダルビッシュばっかり、うん、マー君、涌井投手、マー君金子千尋が社会人、社会人で大卒が涌井、あ、岸投手だ。ああ、そうだそうだ。あ、そのタイトル取ってましたもんね。うん、うん、でもやっぱあれだね、うん、高卒、まあ、スーパースターたちだね。はいはい、もう高校の怪物とか言われてる方々が多いですね、うん、あとキャッチャーの社会人がいない、パ・リーグは。あ、本当だ。セ・リーグはね、はい、4人いるの、うん、でもこれは多分、はい、古田さんとか、あ、古田さんが多いです、うん、やっぱ。あ、もうほぼ古田さんです、古田さん、社会人は。はい、ね、うん、さあ、そう考えると、はい、社会人のキャッチャーってあんまりなのかな、うん、やっぱちょっと、まあ、今と大城ね、はい、去年、うん、ベストナイン取った、はい、でも確率で言うと、はい、社会人のキャッチャーは少ないのかも、はい、ベストナインでもパ・リーグも社会人1回だから、うん、スローカーだけなのよ、はい、ベストナインがね、うん、でセ・リーグはベストナイン4回ゴールデングラブ4回だから、うん、古田さんほぼ多分全部古田さん、うん、と大城が1回あるから。あ、そうかそうか。だから、はい、社会人出身のキャッチャーは、うん、はい、ちょっと難しいかもわかんないね。あんまりいない、今で考えてもあんまりいないですもんね。いない。だから巨人の大城選手ぐらい。だからもし小林がうまく打ってたら、はい、大城は多分ファーストとかだったと思うから。ああ、そっか。あ、もう小林選手、でも小林も社会人だね、はい、
だからいやそう考えると、うん、社会人出身のキャッチャーは、はい、極めてハードル高いかも分かんないね。そうですね、ダメとは言わないけどね、うん、歴史上ほぼいない、はい、うん、高卒からこうかなり地道に経験積んでいって、うん、出てくるか大卒で結構もうポンと出るかっていうイメージがね、うん、強いですね。だからね、うん、ゴールデングラブでも、はい、まあ、高卒8大卒9でしょセリーグは、はい、でパリーグは13-8だから高卒と、うんうん、だからあんまりそんな言うほど偏りないけど、はい、大卒のキャッチャーは厳しいかも分かんないね。大卒のキャッチャー、あ、高卒、あ、社会人出身のキャッチャーは厳しいかも分かんない、ね、うん、そうですね、うん、まあ、実績上いないですね、うんうん、でファーストがセリーグ、はい、あの高卒6の大卒社会人11だね、はい、ファーストも高卒、まあ、中田とかおかわり君とかいるからか、うん、そうだね。あとゴールデングラブのショートの高卒がゼロなの、パリーグ、あ、大卒がゼロ、大卒がゼロ、高卒15、うん、で社会人6で大卒ゼロ、はい、だからパリーグの2000年以降、はい、パリーグの、うん、ショートのゴールデングラブいない、大卒。へえ、そうか。だって源田が社会人でしょ、はい、で今宮高卒でしょ、うん、で西岡も高卒でしょ、はい、中島拓也も高卒でしょ、はい、であとショート誰で、中地高卒、はい、松井和夫さん高卒、うん、だからベストナインも大卒ってもう鈴木大地選手だけだったんですか。だけ、そうだね。だから鈴木大地選手がゴールデングラブ取ってないってことだ。取ってない、ベストナインは取ってるけど、うん、ゴールデングラブ取ってないから、だから、あ、大卒ショートいないですね、うん、で日本でトップに立ちたかったら、うん、もう大卒のショートは無理ってことだね。パリーグで今んとこそうですね。でもよ、はい、セリーグだと11回取ってるんだよ、うん、で社会人の6っていうのは宮本慎也さんと、はい、であとショートの大卒あれだ、井橋さん、はい、井橋さんと鳥谷で、坂本選手で高卒の回数が増えてるっていう感じですね。そう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 、でその前は多分あの宮本慎也さんとかもね、はい、あの取ってたと思うから、ゴールデングラブも人がやっぱ偏るというか同じ人ですね、印象だからね、うん、で外野は、うん、まあ比較的一緒ぐらいだね。そうですね、うん、セリーグのゴールデングラブは結構高卒が少ないですよ。え、何ですか？セリーグのゴールデングラブはでも回数で言うと高卒大卒64回と64回で一緒なの。でも社会人も多いの。はい。セリーグは64回。うん。64回。あ、そっかそっかそっか。で45回。はい。だからセリーグのゴールデングラブは社会人も45回取ってんだけど、はい、パリーグで言うと高卒が102回と。大卒61回、社会人26回の。これ3人合わせてってことですか？何3人合わせてって、外野19、これで一番下のこと言ってるんだよ。こっちですか？これはもう全体の数。あ、全体のか。そうそう、はい、高卒のゴールデングラブを取った人が64回と、大卒が64回と45回ってこと。あんまあまり変わりないですね。だから社会人はパリーグではあんまり頑張れてないね。そうですね、26回だもん。セリーグは比較的どの出身者もそんな偏りないけど、はい、まあ、社会人はでも元々少ないからね、うん、入ってくる数が、はい、やっぱ高卒とか、やっぱ高卒一番多いもんね、はい、パリーグに関しては高卒がやっぱり、まあ、これドラフトにも影響がありますね、うんうん、まあ、あとは下位でもそのね、下位とか千賀とか育成出身じゃん、はい、で中地とかも上位じゃないと思うのよ、はい、ドラフトの、うん、だからそういったところを、だからこのベストナインゴールデングラブをドラフト何位指名かっていうのを見ても面白い、はい、そうですね、うん、ピッチャーは上位の人が絶対多くないですか、パリーグ。うん、それはでもセリーグも上位の人多いよ。川上憲伸さんとか久典さん1位だし、あ、そう、上原さんも1位だし、菅野投手とかもそうですもんね、うんうん、あ、やっぱ1位ピッチャー、ピッチャー系はやっぱり1位2位が多いのかな、上位かな、はい、そうですね。それ今度調べようか。そうですね、抑えとかだったら分かんないですよ、リリーフ。でも岩瀬さんもドラフト2位で、藤川球児ドラフト1位、あ、そ、小林正秀ドラフト1位、そっか、松井投手1位だ、うん、はい、ピッチャーはタイトル1位2位ぐらいですね、うん、今度それ調べようか、まあ、それ面白いですね、ドラフトから見る、はい、あのタイトルみたいな、はい、そして最後にまだもう一つあります。まだあるんですね、かなり今日長くなってますね。そうですね、うん、編集も大変、はい、うん、皆さんもうちょっと見てください、はい、あとね、新人王、はい、新人王をね、うん、読み解くと、はい、もう答え一つです、はい、新人王を取りたかったら、はい、大卒以降で入ってください。でもあの新人王を取りたくて入団する人っていなくないですか。そんなことないやん、だってもう新人王取りますってすぐ言うやん、ドラフトの時。
いやそうですけど、でも新人王も取るためにじゃあ大卒にしようとかなくないですか。いやだから本当に取りたい。だからもう高卒と新人王は無理なのよ。だって見て、そうですね、あ新人王こちらになってますけどね、はい、高卒で新人王取ってんのは、はい、だから99年松坂が取ってんのよ、はい、で2002年の正田五木、はい、日本ハム、これでも3年目、うん、はい、で2007年マー君1年目、で2008年山口でもこれ2年目、はい、これあれだよね、あの巨人の山口哲也、山口ね哲也哲也確か、うん、はい、の方なのね、うん、で後の高卒は平、はい、去年3年目で19年の村上、はい、2年目だから、うん、1年これだけしかいないの高卒で新人を、ね、しかも1年目のってなったら、うん、松坂マー君以外いないの、うん、村上の高卒の野手で新人をってえげつないの、いないんだから。そうですね、うん、あれ一郎さんとかでじゃあ取ってんですかね。取ってない一郎さんは取ってないんです。だって3年目から首位打者だから。あそっか、うん、それまで出て多分あの新人王資格失ってると思う。あえげつないですね。えげつ野手の高卒野手の2年目だけど村上の新人王ってえげつないの、うん、だってもともと野手って新人王取りにくいじゃないですか、うん、だってパリーグで高卒の新、あと高卒の新人王って言ったら立浪さんとか、ああ、ね、多分清原さんとか、はい、なってくると思うんだけど、はい、もういないのよ。へえ。しかも高卒いないのよ、はい、21年間で 1,2,3,5 人しかいないの。本当ですね。42人いて5人しかいないの、うん、へえ。高卒は無理なんだよ。そうですね。しかも1年目はマー君だけよ、はい、で松坂が99年、うん、それだけで、はい、だってピッチャーの新人王高卒1年目で堀内さん以来セ・リーグいないのよ、うん、堀内さんっていつの時代の話や。そうですね。他も全部大卒社会人じゃん、うん、いやでもあれですよ、新人を取るためにじゃあ大卒で入ろう高卒で入ろうとかじゃなく、うん、大卒で入ったら新人を目指そうじゃないですか。そうだね、はい、だからもう高卒で入る人の新人は限りなく森に近い、はい、うん、でも特にピッチャー、はい、でもまあ特に野手、うん、まあどっちもそうですね、うん、まあでも可能性はゼロじゃないので、うん、でも頑張ろうっていう、ほぼないよね。高卒で今が、あ山本由伸投手も取ってないですもんね。取ってない、はい、うん、別なくない、ほぼもう大卒社会人のみだけよ、うん、まあ、即戦力ですからね、うんうん、まあ、だから大学とかこう、うん、社会人で入った人は新人王で、やっぱりね1年間体力保てないのよ、うん、あと野手とか相当難しいから、だから村上の19年の2年目の新人王はえげつないよ、はい、そうですね。これ今42人いるんでしたっけ全部で、42人で1人なしだから、はい、なしもある41人、そう、該当者なしある。あー、そっか、うん、今年で言うと新人王の可能性あるのは、うん、まあ栗林、はい、社会人、うん、で佐藤、はい、大卒、うん、でパ・リーグが宮城、高卒、はい、構造ですね、うん、2年目でしょ、はい、で早川、はい、大卒みたいなね、うん、であとはあの伊藤博美、うん、大卒、はい、うん、ちょっと宮城くんが頑張ってますけど、うん、可能性ある可能性ある、圧倒的に大卒社会人の後は多いですね。だからまあね、うん、あの視聴のご視聴の皆さんね、はい、社会人とあの新人を取りたかったら大卒以降で入った方が取りやすいですよ新人を取りたかったらで、ね、入る人いないですけどね、いない、はい、でもかなり難しいよ取るの、もうそうですね、1回しかチャンスないから、ね、はい、まあ、まあ限られた時しか取れない人ですからね、うんうん、はい、っていうね、はい、あの答えが出ましたけども、はい、皆さんはねどんなご意見ですか、はい、はい。